では両チームのスタメンです。まずはホームの山口、ゴールキーパー今日は寺門、今日が J リーグデビューです。ディフェンスは高橋、生駒、渡辺、桑原の4バックです。中盤は佐藤健介、高井、佐藤健太郎、前線は児玉、梅木、沼田という配置を予想しています。一方の仙台です。ゴールキーパー杉本、ディフェンスは八塚、佐藤陽太、平岡、内田の4バック、中盤の中央に富田と中島、サイドに石原と木田、前線は富樫と中山の2トップです。こちらは前節から2人の変更です。加瀬田、生駒、まあ、あとは仙台が2トップなので、はい、おさあ前線にボールが入る、左足、コーナーキックです、まあ、中もありましたけどね、来たので、まあ、ここ戻りながらしっかりオフサイド、まあ、そうですね、木田選手は上げていく、さあ流れて浮かせて中央、コントロール中山、オーバーヘッド、危ない、危ない、危ないシーンでした。イエローカードです。富樫選手ですね、富樫のオーバーヘッドでしたね。大丈夫だ、まあ、あの奪った瞬間背後を狙う選手、それをしっかり逃さない中盤選手っていうのは非常にいいですよね、はい、さあインターセプト、奪った高い、横に送るフリーだ、左足シュート、ディフレクションゴールイン、沼田のゴール、22分、山口先制、まあ、ここはちょっと不注意でしたけどね、まあ、このパスのところはちょっと不注意で奪われて、ここも高井選手、本当は多分間に入れたかったと思うんですけれども、ディフェンスキーパーの間に、はい、でもこれがマイナスになって、シュートも沼田選手しっかりミートでききらずに、まあ、前の平岡選手ですよね、平岡選手が戻ってきた、さあ今度は手前射撃、今度はアウトスイングです。浮かせてファーサイド、ヘリング、ゴール前、ゴールイン、入りました、仙台追いつきました。前半の34分、変えてきましたよね、ちょっとゆっくりでファーサイドにゆっくりのボールを入れて折り返し狙ってましたよね、折り返したのも八塚選手ですかね、ここで、まあ、戻りながらなので、八塚選手ではないですね、佐藤陽太選手ですかね、で右サイドです、八塚、ファーで富樫が呼んでいる、そこを狙う富樫、ヘディング決まった、仙台逆転、38分、富樫のヘッド、富樫は今シーズン9得点目、まあ、ここのカウンター1回、ね、スローダウンしたので、まあ、なかなか何か起こりそうな感じではなかったですけれども、まあ、このボール距離ありましたけれどもね、しっかり八塚選手のクロスも、ね、非常に良かったですし、まあ自動昇格していくためにはね、まあ、そういう隙を見せてはいけないと思いますので、この後ゲーム展開というのはね、しっかり締めたいですね、得点はもちろん取るのもそうですけど、リスク管理もそうですね、だから内田、中4人、グラウンダー、スルーをした、スルーをした、石原、パーからシュートだー、中山のシュートですよね、スルー、まあ、ちょっとそうですね、最後ギリギリだったので、さあ追う山口、コーナーキック、ニアサイドヘリング、こぼれてゴール前詰める、シュートを打ちました、いやよく集中してましたね、仙台さん最後のシュートは誰ですかね、まあ、ここはよく書き出しましたよね、うん、仙台奪って奪い返した佐藤健介、リスタートしている柴原、中に持っていく、グラウンダー、高い、混戦、シュートだ、ナイスキーパー、リボンドをして逆サイド、高橋ヘディング、枠の上こぼれている、これも流れる、
富樫、あこれはシュートかクロスか、いやクロスだと思いますけど、バーに中山が入ってきてました、はい、仙台はマンマーク、ニアサイドフリックこぼれてくる、押し込んだ、同点、山口追いつきました、渡辺終盤試合は振り出し、ちょっとだけ触りましたよね、ここにあえて蹴って、まあ、ここで触ったことで仙台はねクリアできなかったですし、さあどこに合わせていくか、中島、いやいいボール、キーパーパンチング、ボールは枠に向かっていっていました、転がったボール、これはクリアをしていきます、ここははっきりとプレーをしていきました、ここでホイッスル、2対2引き分け、お互い勝ち点1を分け合う結果となっています、先制した山口、逆転した仙台、そして最後山口が追いついてのドローゲームです。